カチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は CSM アークルについて語りたいと思います。ついに出ましたね、 CSM アークル。なんと値段が27,000円税別なんですよね。高いですよね。でもね、CSM の V バックル&ドラッグバイザー、それが 51,480円かな、それぐらいだったんで、まあまあまあ安いかな、それに比べたらまあまあ安いかなっていう感じの値段ですよね。 あとね、一条さんのね、携帯電話もつくんですよね。それがすごいですよね。一条さんボイスがね、まさかつくとは思わなかったんで、あーもうそっち来たかと思いましたね。やられました。そんな感じでね、もうね、ほんとね、CSM アークル、すごい人気が集中してると思うんで、今はね、僕は今避けたいと思います。プレ版に。混雑がね、ちょっとね、してるんで、サーバーが混み合う可能性あるんで、リロードなどしないでくださいみたいな表示がね、出てました。だからね、ちょっとね、今待って、時期置いてから、予約されたい方はね、また予約すればいいかなと思います。僕もそうしようと思ってます。予約しようかなと、今ちょっと迷い中なんで、予約解禁したばっかりなんでね。はい、だからちょっとね、待ってみようかなと思います。今回はね、何をね、紹介しようかなと思ったんですが、いっぱいね、ありすぎるんで、もうね、溜まってるんで、おもちゃがね、もうたまりに溜まってるんでね、どんどん紹介しちゃいます。はい、というわけで、行きましょう。はい、来ました。こちらです。プレミアムバンダイ限定、SH フィギュアーズ。魂エブ商店、仮面ライダーグリスでございます。やったぜ!来ました!こちらをね、開けたいと思います。まあ、いろんな方レビューしてると思うんですが、今更って感じなんですが、クローズチャージもね、出てるんで、そちらと比較したりしたいなと思ってるんです。でね、カメラもね、ちょっとね、フレームレート間違えちゃって、動画のね、コマ数をね、調整する設定があるんですけど、そのね、調整を、画質がすごい荒い状態でね、クローズチャージのね、レビュー動画ね、間違えてアップしちゃったんで、だからちょっとね、あえて、今回ね、比較しながらも、クローズチャージも合わせて、綺麗に映したいなと思ってます。行ってみましょう!ゴー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 !はい、というわけで、仮面ライダーグリス、プレ版限定の商品です。で、僕はね、グリスすごい好きで、ほんとね、クローズチャージも好きなんですけど、やっぱりグリスもね、ほんとね、武田光栄さんのね、演技も良かったですよね。仮面ライダー、牙でね、紅乙女もやりましたし、あの方の演技力もね、すごい良かったです。で、ギャグ的なね、コミカルなやりとりもね、ローグことね、氷室玄徳とのやりとりもね、結構面白かったですよね。ローグはね、まだね、ちょっとプレ版からね、送られてきてないんで、ちょっとね、こちらを先にね、開封してね、ちょっと中身見て、じっくりとレビューしたいと思いますんでね。というわけで、行きましょう!さっと開けて、でね、やっぱりね、グリスがね、出たら、やっぱグリスブリザードもね、やっぱりね、出てきてほしいところであるんですけども、はい、こんな感じになってます。仮面ライダーグリス。はい、あ、こういうスペルなんだね。3!2、1、じゃーん、裏から登場です。改めてよく見ていただきましょう。こちらグリスがいて、グリスがいて、グリスが裏にもいて、でグリスの肩があってのグリスがいて、仮面ライダーグリスとなってます。進化を燃やしてぶっ潰す、あのセリフですよね。かっこいいですよね。では開けますよ。3、ではどんな感じかちょっとお見せしましょう。お、来た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 、うおー、すごいすごいね、グリスかっこいい。うわ、すごい、本体出しました。はい、こんな感じです。グリス、おお、かっこいいね。カズミン、金色のね、ヒーロー、もう金色といえばね、やっぱりね、ヒーローのね、デザインでよく使われる色なんですよね。まあスーパー戦隊で言えばね、追加戦士で結構多いですけどね、パトレン X とかね、最近で言えばね、マジシャインとかね、恐竜ゴールドとかね、顔の部分をね、お見せしてます。いやー、こちらね、やっぱりね、スケルトンデザインでね、一本図のでね、はい、かっこいいですね。中はね、赤い複眼になってて、こんな感じで、いい感じですよね。後ろのゼリーもね、ちゃんと入ってます。肩パーツ、こう動きますね。こう回転します、ここの。ゼリーの部分ですね。ちょうどゼリーの部分に当たるね。こんな感じで、チューブがここについてて、まさにウィダーインゼリー的な感じ。
胸あたりを写すとこんな感じですけど、胸あたりもね、やっぱりね、造形がすごい細かくね、施されてますよね。リアルです、すごく。かっこいい。はい。こんな感じで回転させるとこんな感じ。そして、下。下もね、やっぱりこうなってて、ここにはね、やっぱ文字みたいなのね、記号みたいなのがね、省略でね、書かれてるんでしょうね。ディテールが細かい。本当に。もうクローズチャージ同様、レンチの部分が動きますね。クローズチャージに比べてね、干渉パーツがないもので、すごくね、スムーズな動きができますね。上まで動きますね。はい。こんな感じで、バンザーイ!でね、ちょっとね、腰のあたりね、光る巨人さんの動画を見てね、知りましたけど、干着って呼ぶそうですね。干着。腰周りの干着はね、結構緩いです。こちらはね、個体差があるみたいですね。やっぱりね。はい。こんな感じで、うつむき加減もいい感じで。で、あと上も向けますけど、やっぱね、後ろのね、パーツにね、引っかかっちゃって、ちょっと干渉しちゃいますが、あとはやっぱ足のね、動き、どうかな?これも、クローズチャージ同様ですよね。はい。こんな感じで、動きます。ぐりぐりと。はい、こんな感じで。そして、つま先もね、しっかりと動きます。はい。足底もね、ちゃんとね、モールドが入ってます。はい、こちらも、クローズチャージも同様に描かれてます。はい。違いはないですね、この二人の模様の違いっていうのはないですね。この金とね、黒とのね、相性がすごくいいよね。そして、パーツの紹介していきましょう。こちらはね、スクラッシュドライバーのベルトレバーを持つ時の手首パーツ。そしてこちらがね、ツインブレーカーを持つ時の手首パーツですね。開き手のパーツです。そしてツインブレーカー本体。以前紹介したね、クローズチャージの方には、クローズドラゴンが刺さってましたけど、こちらにはね、あるのは、こちらのフェニックスフルボトルと、ロボットフルボトルです。以前紹介したね、クローズチャージとね、比較してみましょう。やっぱり、グリスの方がちょっとね、身長高いですね。ちょっとだけ高い。ほんとね、色使いがね、ほんと真逆って感じですよね。かっこいい、この二人。もう劇中さながらって感じですよね。劇中そのまんまって感じですよね。かっこいいわ。今の俺は負ける気がしねえ。進化を燃やして、ぶっ潰す。ポージングをね、撮らせてみたいと思います。ポージングが決まりました。はい、グリスのね、ポージング。すごくね、手首パーツがなかなか入らなくて、ちょっと大変でした。でね、やっぱロボットのね、モチーフなんですけど、こちらの仮面ライダーグリスはね、ロボットのモチーフといえばね、仮面ライダーブラック RX に出てきたロボライダーがいますよね、ロボライダー。ロボライダーと比べるとね、やっぱりね、僕はロボライダーの見た目も好きなんですが、やっぱこのグリスもね、やっぱかっこいいよね。ロボット系のね、モチーフのライダーはね、結構やっぱかっこいいですよね。パッケージ裏面にあったね、このね、歩いてる。ポーズね、撮りました。いかがでしょう?かっこいいですよね。かなりかっこいいですよね、これね。はい、決まりました。ポージングが決まりました。ポージングが決まりました。いい感じですね。こちらね、はい、グリスとね、クローズチャージのね、ダブルライダーキックが決まってます。はい。かっこいいですね。かっこいいですね。はい。すごいいい出来。本当にね、やっぱポージングが撮りやすくてね、魂ステージアクト4っていうのがね、Amazon で売ってるんですけど、そちらはね、もうね、1000円ぐらいで買えるんで、ワンセットに3つ台座があって、曲がる支柱が3本、まっすぐな支柱が3本入ってるんで、そちらはね、ほんとおすすめですね。こういったね、ポージングが取りやすい、ほんとに。いいですね。後ろからもお見せしましょう。はい。こんな感じになってます。すごいね、かっこいい。見事な蹴り技が決まりましたね。はい。かっこいいです。グリスブリザードもね、出てきてほしいですね。はい。あれもプレ版限定で出るのかもしれないですね。すごいね。かっこいい。見事ですね。かっこいい。この蹴り具合がいいよね。またね、このね、曲げて、足を片足曲げてね、蹴ってるところとかね。はい。まっすぐ蹴りっていうのもあるんですけどね、ライダーキックでも。まっすぐ蹴り。両足まっすぐで蹴るパターンもあるんですけど、ファイズとかそんな感じですよね。この蹴り方はやっぱり、ね、基本中の基本のポーズですよね。はい。はい、ポージング決まりました。グリスがね、ツインブレーカーでね、攻撃してるポーズですね。かっこいいですね。ちょっとターンテーブルをね、回してみましょう。いきます。はい、こんな感じで、
すごくね、360度ね、見てもかっこいい。このゼリーのね、チューブの部分ね、チューブの部分がね、ちゃんとね、それぞれ各パーツにね、付けられてるんですよね。手のひらとか、足とかね、いろんなところに。かっこいいですね。はい、というわけで、SH フィギュアーツ仮面ライダーグリスでした。もうね、ビルド系はね、もう仮面ライダーの当たり年でしたね。もうビルド終わっちゃいましたけど、やっぱりね、ほんとね、コレクターならぜひね、フィギュアーツをね、集めた方がいいと思います。この動画が良かったよという人はね、チャンネル登録、そしてコメント、評価お待ちしております。というわけで、次回もまた見てくださいね。グーバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。